今回ですけれども、こちら一つ上の豆乳、国産プレミアム大豆、ルリーサヤカ豆乳飲料、ワグリということで、これですね、飲んでみようかなと思います。えっ、ー、と、ホテルにいるときに、いつも朝ヨーグルトなんか食べてたんですけれども、そちらよりも豆乳の方がお腹にいいかなと思って、ちょっとですね、 こちらの豆乳にしてみようということで変更してみました。しかもこの和栗まだ飲んだことがなくて美味しそうだなということでこれですね。はい。○3 って書いてます。えっ、ー、と、こんな感じで原材料大豆、えー、糖類はブドウ糖 加糖液と砂糖、砂糖など入っているようですね。で、植物、油脂とか、でんぷん、分解物とか、えー、栗は栗パウダー、食塩、乳化剤など入ってますね。はい、こんな感じ。まだ飲んでないんですけれども、えっ、ー、と、 本当に美味しい豆乳を作るため厳選した国産プレミアム大豆をしようということでどんな感じか飲んでみますうん最近あのマロンアイスとか栗関係の、えー、アイスとか飲み物お菓子結構いいなと思って まあ、香料が入ってて、すごくいい香りするっていうのもあるんですけども、これも美味しいですね。この豆乳香料、どうでしたかねまあ入ってますね。はい。この香り、いいですね。はい。こんな感じで、今日はですね、丸酸、豆乳飲料和栗と、あといつも、これ、オートミール。 食べてるんですけどもちょっと袋に入れてオートミール持ってきてでこの豆乳と一緒にこれと一緒に食べるという感じですはいこの和栗の豆乳飲料香りも良くて美味しかったので気になったら飲んでみてください